超 DQ10TV 番外編、新人さんいらっしゃい。はい、始まりました。皆さんこんばんは。ドラゴンクエスト10オンラインでアソシエイトプロデューサーをしてます小園と申します。よろしくお願いいたします。よっ、小園さん。そしてタイトルコールもしていただきました新与田さんです。皆さん、はじめまして。ドラゴンクエスト10オンライン開発運営チーム初心者代表、新小田裕二と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は、師匠と一緒に、この番組を盛り上げていきたいと思っております。師匠、よろしくお願いします。師匠です。師匠ということになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ただ新与田さんはどちらかというと、はい、職務的に言うと僕より全然師匠なんで職務的にね。職務的に、はい、そこは逆に師匠と思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、そうしましたら、この番組のちょっとどういう番組かっていうのをご紹介させていただきたいんですけれども、この番組では初心者さんの冒険者さんや、今復帰していただいた方とかに向けて、おすすめの機能とか情報とかを紹介していく番組となっております。で、よくよくは冒険者さんと一緒に盛り上がれるバラエティ的な要素もちょっと入れていきたいなと思いますので、ぜひ楽しんでいける番組になるように頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そうですね、 DQ10TV 本編の方で、師匠が、やられている大人気コーナーの、番組編といったような感じですね。大人気って言われるとちょっと違うんですけど、大人気ですやらせていただいている、コーナーを、番組にさせていただいたという形になっております。で、ちょっと最初で申し訳ないんですけど、もしまだドラゴンクエスト10オンラインを遊んだことない方が見ていらっしゃいましたら、今各種ダウンロード版になるんですけど、セールをやっておりまして、はい、ぜひご確認いただけるとありがたいので、もし興味を持っていただいたらよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではスライドを映していただいて、早速おすすめの機能など紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、新人さんいらっしゃい。冒険の進め方コーナーとなります。このコーナーでは、2点書いてありますが、新しく始めてくださった冒険者の方や、久々に復帰をしてくださった冒険者の方に、冒険の進め方をご紹介していきたいなと思います。で、あくまでも番組内の情報は2024年の7月25日現在時点のものなので、今後変更の可能性があることはご了承いただければなと思います。よろしくお願いします。では早速1個目の機能を紹介させていただきます。メインストーリーを進めるには、進めるためのお役立ち機能、冒険ガイドということで、今初心者さんの方とか、もしこんなお悩みとかないかなということで、次の目的地が分からなくなってしまったとか、次の目的地まで遠いなとか、そういう悩みがもしありましたら、こちらは冒険ガイドで解決できます。はい。で、冒険ガイドの使い方なんですけれども、メインコマンドがあると思いますが、下に冒険ガイドというものが基本的には最初は表示されていると思います。で、そこから行き先を見るというボタンを押していただくと、目的地の地図が開くと思うんですけども、それと同時に移動しますかっていうメッセージが出ると思うので、それをはいっていうのを選ぶと飛ぶことができます。で、ちょっと次に説明させていただきたいのが、復帰の方とかでメインコマンドに表示されてないよっていうこともあるかなと思います。で、その場合には、作戦からいろいろ設定を選んでいただいて、で、その中にゲームプレイの設定っていうのがございまして、で、冒険ガイド設定っていうのを選ぶと、冒険ガイドについて表示しないと表示するというメニューが表示されますので、表示するを選択して決定をしていただければ表示されるかなと思います。ので、もし非表示で見たいよという方がいたら、ここで表示設定をしていただければと思います。ということで、説明だけだとあれなので、ぜひ実演をさせていただこうと思いますので、はい、初心者代表の新小田さんにやってもらおうと思います。ということで、はい、頑張ります。ゲーム画面をお願いできますでしょうか。
ドキドキ。はい、有事でやっております。よろしくお願いします。はい、早速冒険ガイド。こちらですね。下に表示されてますね。はい。で、行く先を見る。どうしますか。はい。ビューンと。一瞬でついてしまうと。で、飛んだ先にそうですね、冒険の目的地があるので、まあ、進めやすい機能となっております。なので迷ったら冒険ガイドを見て、まあ、そこからまたさらに飛んでみたいなことができるので、ぜひご活用いただければなと思います。いや、これ本当に便利ですね。素晴らしい機能でございます。ぜひ冒険を進めるにあたり新野さんも使ってもらえればなと思います。じゃんじゃん使わせていただきます。はい、じゃあ実演は以上でスライドに戻っていただけますでしょうか。で、冒険ガイドなんですけど、まあ、せっかくこうやって番組やらせていただいておりますので、冒険ガイドを担当している開発者の方からコメントをいただいてきましたので、新野さん読み上げていただいてもいいですか。はい、イベントプランナーさんから、コメントをいただきました。冒険ガイドは新規復帰の冒険者の方が最新のストーリーに追いつけるよう冒険をサポートする取り組みとして企画されました。すぐに目的地を確認できたり、ルーラストーン登録を忘れてもガイドジャンプで目的地まで戻れたりするのは冒険をサポートしたいという発想から生まれました。ですが、便利にしすぎると、例えばボス前までガイドジャンプできてしまうと、お客様のダンジョン攻略の楽しさや達成感まで奪ってしまうことになりますので、その点には気をつけてガイド設計を行っています。これからも冒険ガイドは追加更新されていく予定ですので、お客様の冒険の一助としてご活用いただければ嬉しいです、とこういったコメントをいただいてまいりました。はい、いろいろ気を使って開発しているというコメントですね。はい、素晴らしい。はい、で、冒険ガイドの説明は以上となります。ということで、次の紹介になりますが、はい、ストーリー以外の遊びはここを見よ、コンテンツガイド。わーわー、すみません、盛り上げちゃって、コンテンツガイドに関しては、もし見た方もいらっしゃるかもしれないんですけど、前回 DQ10TV に出演させていただいた時に紹介させていただいた内容となっております。はい、こんな お悩みはございませんか、ということで、どんなコンテンツや遊びがあるのかわからない、各コンテンツの参加条件がわからないみたいなお悩みがあるときは、コンテンツガイドで解決という形でご紹介させていただきます。はい、使い方です。メインコマンドメニューから作戦を選んでいただいて、でその中に遊び方ガイドというものがございますので選んでいただいて、その中にコンテンツガイドというものがあります。で、ちょっと一つ補足なんですが、先日配信されましたバージョン 7.1 でコンテンツガイドの、まあ、機能が拡張されたというか、遊び方ガイドにもう一つ追加された要素がありまして、施設ガイドというものが追加されました。どういうものかというと、いろんなアストルティアの中にある施設の一覧がここで見れるものとなってまして、例えばドルボードレンタル屋とかだったら、そこを選択することでどこにあるのかが見えるとか、そういうものになってます。で、例えば美容院とかであればそのまま移動することもできるので、ぜひそちらもその移動目的として使っていただければなと思います。はい、ということでコンテンツガイドに関しても実演してみようかなと思いますので、新野さんよろしくお願いします。はい、承知いたしました。こちらも実演させていただきます。ゲーム画面お願いします。雨降ってますね。雨降ってきましたね。作戦からソピカタガイドコンテンツガイド、こんな形 で左側にバージョン対応したバージョンが表記されてまして、で各コンテンツが見れるという形になってます、はい、いっぱいありますね。まあ、こうやって見ると本当にコンテンツの量多いんですよね。すごいですね。はい、で例えば日替わり討伐クエストを選んでもらえますか。はい、
そうすると、日替わり討伐クエストとはといって、そのコンテンツの説明が下の窓に書いてありまして、はい、で参加条件があるコンテンツに関しては参加条件も一緒にそこに記載されています。でさらにその、コンテン右下にコンテンツの場所へ移動するというボタンがあるんですけど、ちょっと押してみてもらってもいいですか、はいはい、そうするとちょっとグレーアウトしちゃってるんですけれども、その日帰り討伐クエストが遊べる街に飛べるという機能がここについてます。これどこでも行けるってことですもんね。行けます。ただちょっと今このゆうじくんのキャラの、はい、進行状況的にジュレットの街しか行けないので、すいません本当に始めた手で、はい、他の街に行けないんですけど、まあ、実際はその皆さんは白くな冒険進めてれば白くなっていくと思うので、行ったことある街には飛べるようになってます。はい、私はジュレットしか行けないので飛んじゃいます。これですぐ町に戻れて、しかもすぐ討伐隊員さんが近くにいるという素晴らしく便利な機能ですね。便利です。素晴らしく便利な機能です。はい、コンテンツガイドはこういう機能でして、そしたらそうですね、他の遊び方ガイドには、はい、まあ、いろいろそのなんていうんですかね、アストリティアの冒険に役立つ情報が集約されてますので、ぜひいろいろ見ていただければなと思います。ちょっと試しにイベント開催情報を、はい、押してみますか。はい、師匠、イベント開催情報、はい、じゃあ期間限定イベント情報を教えてもらえますか、はい、そうすると今そのアストルティアで行われているイベントとかが、まあ、開催期間とともに見ることができますよ。しかも残り期間が見れるのはとても便利ですね。これで残り1日とかでやらなきゃみたいなのも分かってしまう。まあ、やらなきゃっていう思わなくてもいいです。そのまあ期間が確認できますよ。義務っぽい感じなのはちょっと良くないですね。はい、はい、こんな機能となっております。はい、素晴らしい。あ、ごめんなさい、これは、まあ、イベントの開催情報見れますよっていう別の機能ですが、はい、はい、コンテンツガイドに関してはこんな形となってますということで、はい、スライドに戻っていただけますでしょうか。はい、はい、でコンテンツガイドなんですけど、さらにこんな お悩みももしありましたらというところで、まあ、今メニューの遷移説明させていただきましたが、ちょっとメニューの奥にありすぎて開くのが手間だよっていう方がいると思います。そんな方にはよく使うセリフに登録できるのでやってみていただければと思います。こちらもちょっと後で実演させていただきますね。で2点目が、メギストリスに行きたいけどルーラストーンがないという状況とか、まあ、先ほどご説明した通りジャンプ目的としても使用できるので活用いただければなと思います。ということでこちらも実演させていただければなと思いますので、ゲーム画面お願いできますでしょうか。お願いします。はい、じゃあよく使うセリフに登録してみましょうか。はい、作戦でしたっけ。はい、でいろいろ設定のコミュニケーションの設定、コミュニケーションの設定、よく使うセリフ設定ですね。よく使うセリフ設定でセリフ内容変更で、はい、はい、いっぱいセリフがありますね。じゃあそのなしのところに登録してみましょうか。はい、でそのタイプを選択して、はい、下の台その他ですね。その他、はい、でさらに下そこを選択していただいて、ここにいろんな各種機能をよく使うセリフに登録できるんですが、この中にコンテンツガイドもありますので、コンテンツあった、コンテンツガイド、はい、で決定をしてください、はい、で登録は完了なのでメニューを閉じていただいて、はい、で、でよく使うセリフから選ぶと開くと。おお、素晴らしい。キャンセルボタン長押しでよく使うセリフが開けて、 そうですね、そしてすぐにここにアクセスできる、はい、素晴らしいですね。で、まあ、施設ガイドについてはタブで切り替えられますので、はい、まあ、コンテンツガイドと施設ガイド両方登録する必要はないかなとは思いますが、はい、確かにすぐ切り替えられる。いや本当に便利ですね。まあ、こうやって見ると施設もいろいろありますよね。本当ですねまだ全然行けてないですけど、これから、はい、いっぱい開放していきます。はい、
じゃあ、コンテンツガイドの説明については以上となりますので、またスライドに戻していただければと思います。はい、では次です。こちらも前回の DQ10TV でご紹介させていただいたこととなるんですけれども、序盤のキャラクター育成についてご紹介させていただければと思います。今日は2点ほどご紹介させていただきます。1点目がシナリオ進行だけでもレベルは上がるということでレベル上げと、職業クエストをクリアしようということでスキルポイントの説明をさせていただきます。じゃあ1点目のレベル上げから説明させていただきます。はい、ドラゴンクエスト10オンラインでの経験値稼ぎといえば、シナリオをクリアする、モンスターを倒す、クエストをクリアする、各種コンテンツでの報酬となるんですけれども、まあ、今回はこの上の2つ、シナリオをクリアするというものとモンスターを倒すっていうところを説明させていただきます。ではシナリオをクリアするなんですけれども、バージョン1の冒険の範囲では、まあ、5つの種族ごとの小国大国のシナリオをクリアすることで報酬として経験値がもらうことができます。まあ、こうやって見ると小国と大国で 5個ずつあるんで結構量はありますよね。結構もらえちゃいますね。はい、はい、大丈夫なんでしょうか。もらえていいんですか。大丈夫です。大丈夫です。全然そこは。ありがとうございます。はい、で、小国と大国のすべてのシナリオをクリアした際の報酬経験値の合計が55万1900経験値もらえるんですが、すごすぎてよくわからない、はい、あ、そうですね、すごすぎてよくわからないですよねなんでちょっとわかりやすくします、はい、で仮にこれをすべてレベル1の戦士で受け取った場合なんですけれども、レベル1からレベル45まで上がります。で米印にありますが、道中のモンスターやボスの経験値は含んでおりませんので、まあ、純粋にこの経験値だけでここまで上がりますよ。じゃあもうこれ以上上がっちゃうってことですもんね、普通に。まあ、そうですね、バトルを避けない限りは、まあ、例えばボスは絶対戦うの で、はい、そこで経験値は、ボス経験値も結構もらえちゃいますもんね。そうですね、ボスによっては普通にそれなりの経験値がもらえる形となっているかな、はい、すごいですね。はい、でちなみになんですけれども、バージョン1から6のシナリオと、まあ、シナリオを進めてるとメインクエストっていうものが発生するんですけど、それらをクリアして報酬の経験値をまたその戦士で全て受け取った場合で、ここの合計の経験値が2621万5056となるんですけど、この場合はレベル1からレベル110まで上がります。おー、100超えちゃうんですね。100超えちゃいます。3桁になっちゃうんですね。もし始めたての方がいらっしゃったら、そのレベル100超えるんかいこのゲームって思うかもしれないんですけど、超えちゃいます。超えちゃいますね、はい、でこちらもその道中のモンスターとかボスの経験値は含まれてないので、まあ、実際にはもっと全然上がるかなという感じです。で2点目の注意として、まあ、レベル50からそのレベル解放クエストっていうものがあるので、段階に応じてそれをクリアしてレベルを解放して上げていくという形になります。なるほど。でレベル上げのまとめなんですけれども、シナリオを優先して冒険を進めるのも楽しみ方の一つで、その場合は一つの職業で報酬を受け取っていくと、まあ、先ほどの言った通りレベルが上がるのでおすすめとなっております。で結果的に遊べるコンテンツもバージョンで増えていったりしますので、まあ、よりアストルティアでの冒険が楽しくなると思います。先ほどコンテンツガイドでファーストとかセカンドとかサードとか出てたんで、あれがあれですよね、メインシナリオの進行度というか。そうです。あれがこうメインシナリオをこう進めていくとどんどん解放されていって、いろんな遊びが広がるっていうことですもんね。そうですね。で一応その補足で説明すると、さっき のバージョン表記に関してはそのバージョンを入れてればすぐ遊べるコンテンツもあったりするので、その、なるほど、まあ、対応のバージョンっていう見方なんですけれども、はい、ただおっしゃった通りその進行で遊べるコンテンツは増えますので、うん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 、どんどんシナリオを進めていただくのもいいのかなと。どんどんシナリオを進めましょうと、はいはい、いいのかなと思います。わかりました、はい。でもう1点のモンスターを倒すというところをご紹介させていただきます。
で、まあ、なんかモンスターを通してレベル上げっていうと、まあ、特にそのドラゴンクエスト10オンラインは MMORPG なので効率のいい狩り場の紹介ではなくて、はい、あの特にその初心者や復帰者の方におすすめのレベル方法、レベル上げ方法としてメタルーキー軍団大行進をご紹介させていただこうかと思います。はい、でメタルキー軍団大行進とはサーバー9と10で、約2時間半おきに30分間下のモンスターなんですけど、まあ、あのよく見覚えがあるモンスターたちだと思うんですけど、メタルーキー、ハグメタルーキー、メタルーキングが戦闘のおまけとして出現する常設のイベントとなっております。まあ、メタルが狩り放題のイベントです。やばいですね、100回ですね。でメタルーキーが現れるタイミング、先ほどその2時間半おきに30分間とおっしゃいまし、言いましたが、それは強さ予報というメニューで確認することができます。で強さ予報については、作戦から遊び方ガイドで強さ予報の中のメタルーキー軍団というメニューで確認することができます。ポイントを、2つに分けてお話しさせていただきます。メタルーキー軍団はとても倒しやすいということで、下の細かい点なんですけども、まずメタルーキーとハグメタルーキーに関しては HP が少ないです。多分メタルーキーは戦ったことある方いたら分かると思うんですけども、パチッて叩いたら倒せるぐらいのそうですねモンスターになってます。でさらに普通のメタルよりもメタルーキー軍団は逃げる確率が低いです。これが助かりますよね。すぐ逃げられちゃう。そう、あのメタルといえばっていうところですね。すぐ逃げられちゃう。でバトル開始時にメタルーキーが2匹以上現れることがあります。で武器エンゼル〇〇という武器があるんですけれども、何ですかこれは。これはですね、ちょっと下に書いてあるんですけど、メタル系モンスターに会心率アップの武器となっています。おー、めちゃくちゃいいじゃないですか。そういう効果がついてます。素晴らしい、欲しい。はい、でこれはエンゼルハーツというものを一つ、あの各町の酒場にいる交換屋っていう NPC から入手することができるので、まず冒険を始めるとその初期村で、まあ、初期村というかその各種族の最初のストーリーの村でエンゼルスライム棒をもらうことができるんですけど、はい、いただきました、はい、それをかぶってればそのモンスターを倒した時にエンゼルハーツというものをドロップしますので宝箱が出てきて一つもらった気がします。はい、はい、そうですよね、はい、でそれを持っていくと交換できますので、ぜひ使っていただければなと思います。で、2点目として、こっちは準備編ですね。メタルキー軍団と戦う時はこのような準備を行ってほしいというところで、まず先ほどの強さ予報で時間を確認しましょう。で、はい、今サーバーが、メタルキーが出るのが9と10になっておりますので、そこに移動しましょう。でサポート仲間を雇いましょう。でエンゼルスライム棒エンゼル〇〇武器を装備しましょう。で忘れずに時間になったらその元気玉を使ってあのメタルを倒すので、その経験値をアップさせるために元気玉、スライム棒と合わせ技も OK なんですね。合わされます。いいですね、はい、でバトルを開始しましょう。で、まあ、あの弱いモンスターの方があのすぐメタルに取り掛かることができるので、はい、おすすめです。スライムベースペチペチやってます。そうですよね、はい、はいはい、以上がレベル上げのご紹介でした。では序盤のキャラクター育成の2点目としてスキルポイントについて説明させていただきます。スキルポイントは、職業ごとに管理されているもので、ポイントを割り振ることで能力を応じた能力を得ることができる機能です。スキルポイントの基本的な入手方法でございますが、一つ目が各職業のレベルアップ時、まあ、レベル上がった時にスキルポイントを何ポイント入手したというものがあの表示されると思うんですけども、そこでもらえるのと、あと2点目が各職業専用のクエストがありまして、それをクリアすることで報酬としてスキルポイントがゲットできます。で全ての職業であのステータスを上げるスキルがあるんですけれども、それらを習得するだけで強くなるので、まず優先して
取ると冒険が楽になるものとなってます。例えばその赤文字で記載してるんですが、全職業で最大HP プラス30などのスキルが該当します。なるほど、転職しても HP30 は変わらない。そうです、必ず上がる。全職業でも30上がったままの状態で使えるスキル、ね、最高じゃないですか。はい。で、例えばあのスキルライン上の職業専用スキルに、まあ、この全職業で〇〇が入ってるんですけど、まあ、戦士だったら勇敢とか、あ、優先してあげたいですね。そうですね、はい、という形になってます。でさっきそのスキルポイントの獲得方法でその職業専用のクエストっていうのをご紹介したんですけれども、うんうんうん、あの全5話のクエストがございまして、でそれをクリアすると職業専用の必殺技の習得であったり、スキルライン全てのスキルで100ポイント分スキルが振られた状態。100ポイントってすごくないですか。100ポイントはすごいです。すごい、すごいですよね。はい。でものすごく、そう、ものすごく簡単に言うと、その職業クエストを受けるのがレベル30になったら受けれますので、でそれをクリアしていくことで勝手に強くなっていくと。いろんな職業でレベル30に上げて職業クエストバンバンクリアしていくとバンバン強くなるっていう感じですかね。まあ、バンバンというか、その何ですかね、普通に冒険をするぐらいにはできるぐらいには強くなる、強くなる形です。なるほど、勉強になります。こんな形でこれがあの職業クエスト5はクリアした状態の戦士なんですけれども、下の赤い四角の中にある職業クエスト100ポイントってのがあると思うんですけど、で上の赤い四角に各スキルラインに100ポイントずつ振られている状態となってます。で右側勇敢のスキルラインが表示されて、スキル一覧が表示されてますが、90ポイントの全職業で身の守りプラス10までが取れてるので、まあこれクリアするだけでここまで強くなりますよ形。結構ありますね、全職業。そうなんです、 6個もありますもんね。かなり強くなりますね。はい。まあ、古い話ですがバージョン1の時はこれを各職業で90ポイント付近までスキルポイントを取って、その強キャラクターを強くするっていうのが最初の目標でしたね、うんうんうん。はい、育成のまとめなんですけど、レベル上げ、シナリオ経験値、報酬経験値は一つの職業で受けてるのがおすすめです。で2点目がサーバー9と10に入れる期間はメタルーキー軍団を倒しましょう。で2点目のスキルポイントに関しては、全職業で〇〇プラス10などのスキルを取りましょう。職業クエスト全5話をクリアすればそれらが全部取れるので勝手に強くなっていきます、という紹介でした。なるほど、はい、メタルーキー軍団はやっぱメタルキングに会えた時の嬉しさ半端ない、まあ、見た目がほらあのメタルキングじゃないですか、はい、やっぱ嬉しいですよね普通に。 めちゃくちゃ嬉しいですよね。どうですか、あの紹介した機能知ってました。いや全然知らない、もうコンテンツガイドが特に、まあそうですね、あの知らなかったですね。あれめちゃくちゃ便利です。どこでも飛べるっていう、ルーラストーン代わりになっちゃうっていうのが、そうなんです、ね、とても便利ですよね。で、季節イベントとかも表示されるので、はい、あのぜひ使ってもらうのがいいのかなと思います。いや、イベントそうですね、あれ本当にいいですね、はい、今日はねこんな感じなんですよ。この 4点かな、全部で4つ紹介させていただきましたが、いやとても勉強になりました。特に 職業クエストとかも皆さんね割と見逃しちゃうんじゃないかっていう。しかもあれ意外と、はい、あのお話もちゃんとしてて、語はちゃんとその続きものになってて、お話もちゃんと面白かったりするんですよね、うんうんうん、深掘りがすごい、キャラクターの深掘りとかされていくので、はい、結構そうですね、あの面白いクエストになっているはずです。ためになります。しかもなんか装備ももらえたりして、すごい職業クエストは本当に全職業やった方がいいんじゃないかって思うぐらい便利さでした。
あの実は1点新与田さんからツッコミ待ちのがあったんですよ、リハーサルで話してたのがそれを今僕ずっと待ってたんですけど、突っ込んでくれないんで、突っ込んでもらってもいいですか。途中で突っ込むのはやめときましょうって言ってたやつですよね、はい、一桁間違えてた疑惑の DQ10TV 本編の方で2600というのが2億6000万になってたという事件がねございましたね、師匠。はい、ちょっとスライド一回いいですか。もうこれは懺悔でしかないんですけど、前回その DQ 事情がわからない方 いっぱいいらっしゃると思うのでちょっと説明させてください。前回私その DQ10TV でここの説明でその報酬の経験値を戦士で全て受け取ると2600万って書いてあるところを、まあ、2億6000万と桁を間違えてしまってたんですね。はい、なので今日はそれをしれっと直させていただきましたっていうご報告をちゃんとしたいなと思ってなんでツッコミ待ちだったんですか。お詫びをする機会が欲しいとおっしゃってましたもんね、はい、師匠もね。もう本当に申し訳ございませんでした。細かく言うと26215の後のゼロが1個多かった。本当に細かいこと言いますねそうなんです。しかも変な間違いでそうなんです。ゼロ056ってなっているところを0056って打ち込んじゃったようで桁が1個増えたという恥ずかしいお話ですね。あ、ここがゼロが被っちゃったんだろうなって思いながらスッて消させていただきました。はい、はい、あ、すいません、懺悔でした。ありがとうございますありがとうございましたさあ、その思ったより時間が余って気まずいなって空気やめてもらっていいですか。今新浦さんのリアクションもらおうと思ってます僕いや本当にコンテンツガイドがすごい便利、冒険ガイドがすごい便利っていう感じですよね。師匠今日緊張してましたね。いや、めっちゃ緊張してました。ごめんなさい、ちょっとコメントを読むあれも全然なくて余裕もちょっと今、はいはい、見させていただいてるんですけど、はい、読んでいきましょう。はい、お詫びできて偉いねって褒めてもらってますよ。ありがとうございます。よかったですね。申し訳ございませんでしたギスギスなん、ギスギスはしてないですよ。和気あいあいとリハーサルで。あ、なるほど、そうですよ、ね、ごめんなさい、どこ見てるんですかっていうとこっち側にモニターがございまして、あ、モニターがこっちにあるんですよ、はいはい、巨人の宇都宮に似てるねっていうのはこれは師匠の方ですかね。巨人の宇都宮、あ、似てるんですかね。わからないです、巨人の宇都宮がわからない。おひげかわいいね、ありがとうございます。僕のことですよねこれ、ありがとうございます。ちなみに今日初心者さんの方って結構見ていただけたんですかね。本当にコメントを読む余裕がなくて申し訳なかったんですけど、初心者さん最初待機中のコメントは結構初心者ですとかカムバックですっていう温かいお言葉をいただいてましたけど、はいはいはい、あ、結構手が、ポプコさん、七尾もみじさん、マンモス鈴木さん、すごい結構のという方、紫ごとお呼びしたらいいんでしょうか、京子様ゲームチャンネル、あ、沼ピーのゲーム実況、ゼタシアンさん、あ、流れちゃう、モッチーさん、おすすめブログ紹介アカウント勝ち、全部読むんですね皆さん、いや結構手上がってるなと思って、まだプレイ時間8000時間、いや8000時間はだいぶ8000時間って長くないですか。清和田裕二はいないの、はい、いらっしゃいません、申し訳ございません、新和田裕二しかおりません、はい、こういう配信助かります、ありがとうございます。初めて1ヶ月ぐらいです。この前体験版期間終わりました。結構
いらっしゃいますよ師匠。大丈夫です。よかった、よかったです。純粋に嬉しいですね。10年ぶりカムバックという方がいらっしゃいますね。1万超えてるけど。コンテンツガイドは目から鱗でした。ありがとうございます。 ありがとうございます。2014年に始めた初心者です。それは初心者なんですかね。 10年選手でいらっしゃいますが、まあ気持ちは初心者っていうそういや、まあ気持ちは気持ちは気持ちで、そういつでもいつでも新鮮な、うん、いつでも新鮮な気持ちっていうことでありがたいです。はい、で、はい、正直に言うとだいぶまだ尺があるんですけれども、はい、まあ、とはいえね、そのこの多分微妙な空気と取られてるかもしれないのを続けても、そうですね、なんかギスギスしてるって言われちゃってるんで、はいはい、なのでじゃあちょっと最後にっていうところで、もう一つスライドがあるのでそちらを移していただいてもよろしいですかね。はい、はい、ご紹介した情報はですねアーカイブ動画として編集し、継続的に今後、公開して、いく予定でございます。1コンテンツだいたい10分弱ぐらいにまとめて、いつでもですね、参加してくださった、初心者冒険者の方が見ていただけるようにやっていきたいと思っております。で、今後はですねこの番組でもですね新しい冒険者の方、復帰してくださった冒険者の方々と一緒に、私今から始めておりますので一緒に走っていけるようなそういうコラボ企画であったり、あとバラエティ企画みたいなものも順次追加していきたいと考えておりますので、ぜひともこれに懲りずに引き続き番組の方よろしくお願いいたします。どうぞご期待くださいませ。ありがとうございます。はい、正直言うとだいぶ反省点が多い1回目になったなっていう、はい、私は感じておりますので、この後反省会ですね。反省会をみっちりやらせていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします師匠。はい、そうですね、リアルタイムでご覧いただいた方とか、まあ、アーカイブで見る方も見ていただける方もいらっしゃると思いますので、本日ありがとうございましたっていうところで、はい、本当はアストルティア放送局とかでも配信はしたかったんですけれども、いろいろとニコニコ動画さんも大変なので、はい、またそちらは機会を見てやらせていただきたいなと思っています。はい、特にガイド動画の方は本当にゲーム内から見れた方がいいと思いますので、アストルティア放送局の方で、アーカイブしていきたいと思います。ということで本日はご視聴いただきありがとうございましたということで、第1回を締めたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。